とある空港での記念撮影。投稿者が当時完成したばかりの国際空港を見学した際に撮影したものです。整列している生徒たちに混じって霊が現れています。写真の左端に立っている先生と思われる男性の右側をご覧ください。そこに霊がこちらを見つめています。これは子供の霊で顔が柵から突き出しています。強い霊力を持った自爆霊のようです。空港建設計画に当時は大きな反対運動がありました。結局計画は強行されたのですが、この過程で何人かが犠牲になったと言われています。その霊がこの時の被害者なのかはどうかは不明ですが、空港の建設を心よく思っていないのでしょうか。ともあれ、鋭い眼光で恨めしいオーラを放っている霊です。そしてもう一箇所、こちらです。ぼやけていて見にくいのですが、子供の頭のようにも見えるものが映っていませんか。皆さんはどのように見えますでしょうか。お祭りに行った時に友達の浴衣姿を撮った一枚です。写真のこの友達の右背後に少女の霊らしき姿がうっすらと写っているのがお分かりでしょうか。投稿者によると、この付近で亡くなった方の霊ではないかと言います。写真が撮られた先の橋の下で子供の遺体が発見された事件があったそうです。投稿者はこの写真を撮った時は、そのような事件があったことは全く知らなかったとのことです。しかし安心してください。その後はご遺族によってしっかりご供養されていることから、すでに成仏しているようです。火災現場の立ち上る噴煙の中に現れた鬼のような顔。これは大変怖い顔が現れた写真ですね。かなり危険な霊障をもたらす悪霊です。この悪霊を取り除くのは無理なようです。過去にどういう因果があったのでしょう。考えると恐ろしいです。元気よく泣いている赤ちゃんの写真です。赤ちゃんの口の中をよく見てください。口の中に霊が映ってしまっている大変珍しい写真です。よく見ると、この霊は幼い子供のように見えます。そして今にも泣き出しそうな表情に見えます。こちらに何かを言いたげな様子で赤ちゃんに取り付いています。これはもともと幼児だった幽霊が親に愛されている赤ちゃんに嫉妬したものではないでしょうか。この場合、何か悪いことをする可能性があるので、できるだけ早く払ってもらった方がいいようですね。右側の男性の顔をご覧ください。投稿者によると、亡くなった肉親の顔がこの男性の顔に重なっているようです。この男性の守護霊がたまたま現れたようですね。悪いものではなく、むしろ守護してくれているのでありがたい霊とのことです。ご供養を欠かさずにお願いしたいですね。投稿者によると、高校生の時に友達とお菓子を頬張る様子を撮ったものだそうです。写真右側に洗面所があり、そこに一人の友達が立っていますね。友達の映るその鏡をよく見てください。驚いたことに映っている顔は、目の前に立つ友達の顔とは全く違っていて、まるで白い粉を塗ったかのような幽霊のような不気味な顔です。投稿者によると、この建物では霊の目撃談がたびたびあるそうです。何でもその霊はかつて霊愛のもつれで、悩んでトイレで首を吊ったと噂される男子生徒によく似ているとのことです。この写真、きちんと除霊して処分した方がいいですね。
どこの遊園地のジェットコースターでしょうか。稼働運転中にこんなところに人がいるのは考えられません。たまたまジェットコースター好きの浮遊霊が映り込んだものと思われます。投稿者がかつて通っていたという学校で撮影したスナップ写真。右側に立っている男性教師のすぐ右側でハイヒールを履いた女性の霊が映っているとされています。しかしこれは女の先生か、あるいは保護者が実際にここに立っていて、男性教師によって上半身が隠されているため霊に見えるだけではという声もあります。しかしこの写真の決定的な霊が確認できる場所は別にありました。芝生と地面の境目をよく見てください。手が現れています。これは自爆霊の手です。おそらくこの学校の周辺で何らかの要因で亡くなった方のものでしょう。これは今にも生徒の足を捕まえそうな不気味な危険な霊です。学校から帰宅する子供たちを写したものです。一見してわかるように真ん中の男の子の口から糸状の白いものが空中に広がっているのがわかります。これはエクトープラズムで、霊感の強い人にはよくあることと言われていますが、このような形で見られることは珍しいようです。この場合、少年に取り付いた霊が何らかの現象を起こそうとしていると考えられるといいます。投稿者がお祭りに行く前の浴衣姿の写真です。その時は気づかなかったのですが、久しぶりにこの写真を見てみると、左足が写っていないことに気づいたそうです。友達に見せたところ、後ろの棚にも何か写っていると言われたそうです。確認すると確かに違和感のあるものが写っていました。投稿者曰く、特に左足にもどこにも問題は起きていないことから、おそらく早くに亡くなったお母さんが、娘の可愛い浴衣姿を見に来てくれたのでしょうとのことでした。お母さんだったら安心ですね。投稿者がとある神社を学校の行事で訪れた時の写真です。ここに白い霊体が現れています。この学生の中の誰に取り付こうかと物色しているところのようで、とても怖い写真です。こんなのを連れて帰ってしまったら、後々大変ですね。投稿者が通っていた学校の文化祭のキャンプファイヤーの時の写真です。生徒たちが炎を囲んで楽しそうな一コマですが、不気味なものが映り込んでいます。燃え盛る炎の先端をよく見てください。火の粉が弾けるとともに大きく口を開けた人の横顔が映っています。これは自由自在に姿を変える自爆霊が現れた瞬間です。この霊はかなり長い間この地に縛られた霊で、生きていた頃の容姿は失われてしまっています。この場合、写真に映り込むケースは大変珍しい霊の姿のようです。さらにこの炎の中には複数の霊の顔も感じてしまいます。投稿者がメジャーリーグの試合を見に行った時の写真です。スタジアムはまだ人影がまばらですが、試合前の練習を見守る熱狂的なファンの姿が見て取れます。問題は写真右手前の茶髪の女性です。彼女の髪に霊が現れているのが見えますでしょうか。とても不気味な顔が映っていますが、これは私個人的には少し怪しい感じがします。しかし本当に怖いのは、左の人の顔、右側と首をご覧ください。黒い物体が前方から覆っています。これは悪霊のようです。この霊は長年この人に取り付いて、すでに一体化していると思われます。このような場合、霊を追い出すのは非常に困難です。さらに
一番右の人の左にも何やら怪しいものが映り込んでいます。正体は不明ですが、なんとなく人の顔のように見える不気味な雰囲気を醸し出している写真です。ここに写っている方々が特に災いが起こらないように過ごされていることを祈っています。本日は以上となります。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。